です。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、韓国通販サイトで大量に秋服を購入して、全力正直レビューしてみたをやっていきたいと思います。で今回は、パステルっていうアプリで、いろんな韓国ブランドから、たくさん秋服を購入してみました。合計が、10点の秋服を今回ご紹介していきたいと思います。韓国通販アプリで実際に買い物したら本当にこう当たるのかっていう検証も含めて今回はたっぷりと秋服をご紹介していきたいと思います。ぜひ秋のお買い物の参考にしていただけるとすごくすごくすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。はい、ということでね、早速ご紹介していきたいんですけれども、今回はね、パステルさんとのコラボ動画ということで、コラボ動画なんだけど、特別に今回許可をいただきましてですね、お言葉に甘えさせていただき、今回ね、ゲットしたアイテムたちをガチで正直リビューしていきたいと思います。なのでちょっとね、いろいろな意見があると思うんですけれども、そちらも楽しんでいっていただければなと思います。噛んだね、完全にね。ということで、まず一つ目なんですけれども、こちらのね、カーディガンと、このキャミソールと、下にね、実はデニムを履いていて、3点をご紹介していきたいと思います。商品クレジットはこちらです。はい。まずは、カーディガンが、ショート丈シースルーカーディガン。お値段が2530円で、こちらね、カラーが、私が今着用しているのがアイボリーなんですけれども、アイボリーとスカイブルーっていう2色を購入いたしました。こちらの商品着てみたシルエットがそれぞれのカラー、こんな感じです。いや、これね、本当に今回、メリットデメリットがあったら、しっかりと、もう本気で正直レビューしようと思ってるんですけど、しょっぱなからね、当たっちゃったんですよ。これめちゃめちゃ可愛くて、今キャミソールのね、上から着ていても全然チクチクしないですし、シルエットもね、さっぽりゆったり可愛いですし、着用の公式画像と本当に全く同じっていう感じですね。これは買うべきですね。チクチクしないっていうのもそうだし、丈感がね、ショート丈になっているので、こんな感じでね、ハイウエストのボトムと合わせるとすごくスタイルアップして見えるし、ちょっと一つ思ったのが、スカイブルーっていうね、カラーが、公式画像よりももうちょっと青っぽいのかな。ブルーが濃い感じのカラーになります。ちなみに透け感はね、ちょっとお顔後ろ透けるぐらいなので、今も着れて、結構長く使えるんじゃないかなと思います。ただ、ウールとかそういう素材は入っていないと思うので、真冬とかにね、あったかく着れるカーディガンっていうよりかは、本当に秋に着れるカーディガンだと思います。で、お次はですね、こちらのインナーをご紹介したいと思います。こちらがですね、スタイルなんだの、レイヤードリブキャミソール。お値段が2790円で、サイズフリーサイズで、カラーがクリームとカーキの、今回2色ゲットいたしました。こちらそれぞれ着てみたシルエットがこんな感じです。私ね、実は人生初スタイルなんだなんですよ。パステルね、スタイルなんだとか、チューとか、本当に韓国でめちゃめちゃ有名なブランドがたくさん入っていたので、私スタイルなんだの洋服ずーっと欲しいと思ってね、今回初めてスタイルなんだデビューです。これもまたね、マジで当たりなのよ。マジで可愛い。今まで私いろんなキャミソールをこの数年間でゲットしてきたんですけど、今まで買ってきたキャミソールの中で一番デザイン性が可愛いなと思いました。韓国の洋服ってね、ちょっと細めするようにできているのかな。ただのキャミソールなんですけど、すごくね、ウエストが細く見えるようにできていて、こんな感じで裾のデザインがね、ちょっとこう、鋭利的というか、こんな形になっているから、ウエストがこう、綺麗に細く見えたりとか、あとはね、首元のデザインとかもおしゃれに作られていたりするので、本当にゲットしてよかったなと思っている商品です。だけどね、自分が失敗したなと思ってんは、もうちょっと早く買えばよかったなと思いました。これね、夏にすごく活用できるアイテムかなと思うので、夏に着たかったな。ただ、これ1枚で着るっていうのはちょっと恥ずかしいので、どうせ上にカーディガン着なきゃいけないってなると、まあ、秋もめっちゃいいか。いや、今考えたら秋もめっちゃいいかもしれない。秋にボリューム系のカーディガンの中に、このインナー着ることによってね、おしゃれ感も増しますし、スタイルも綺麗に見えるので、デニムとかの合わせがめちゃめちゃ可愛かったので、なんかキャミソール欲しいなと思っている子、そして今までの普通のこうリブタンクトップとかそういう形じゃないキャミが欲しいなと思っている子は、本当におすすめです。お次はデニムなんですけれども、ウォッシュ加工ストレートデニム。お値段が6012円で、サイズは S サイズ。カラーはブルーでございます。こちら履いてみたシルエットがこんな感じです。こちら実はこの撮影前にですね、2、3回ぐらい履いていて、洗濯してるぐらい履いてるんですよ。履いた感想からするとめっちゃいい、ね、やばい、ガンガン物申していこうと思ってたんよ。ガチで当たりすぎてちょっとやばいな。ここから本気出しますんで皆さん、こちらのデニムはね、本当に足が綺麗に見えます。韓国のデニムって細身でスキニーっぽいんだけど、スキニーではなくストレートの形で、生地自体がすっ
ごく伸縮性が優れているので伸びるの屈伸とかできちゃうぐらいすごく履きやすくて、スキニーはちょっとね、私骨格ストレートなので普段あんまり履かなくって、スキニー履いてしまうと太ももの張りがすごく目立ってしまってちょっと苦手意識がねもともとあるんですけれども、このデニムはね体の綺麗な湾曲を女性らしく特性を出してくれるっていうデニムかなと思うので、骨格ストレートさんでも履けるスキニー系のピタッとストレートデニムかなと思います。日本でのストレートデニムって結構ストーンとこう太ももの間からスーッと落ちているものが結構日本だとストレートデニムっていうのかなと思うんですけど、韓国のストレートデニムはねもうちょっとこうピタッと女性らしいシルエットに見えるものが多いかなと思うので、日本の好きに履けないけどピタッとした女性らしいデニム欲しいって方におすすめです。まだまだいくよ。お次はですね、じゃじゃじゃーん、ちょっとね厚手系のミニスカートをゲットいたしました。商品クレジットはこちらです。ベーシック A ラインミニスカート、お値段が1,850円で、カラーはベージュとブラック、サイズは S サイズを今回ゲットいたしました。こちらそれぞれ履いてみたシルエットがこんな感じです。これはねー、よかった、やばいマジでよかったしか言ってないんだけど本当によかったよ。私いろんなミニスカート持っていて、デニムっぽい素材とかちょっと薄手だったりとかってのが多かったので、秋向けにねしっかりしたものを買おうかなと思って今回ゲットしたんですけど、これめっちゃよかった。素材がね想像以上にしっかりしていて、中にねペチのねショートパンツがついてるの、もちろんくっついてるんだけど下着の透け感とかがやっぱ気にならなかったりとか、お尻がねちょっとこう張ってしまった時とかもラインが気にならなかったりするので、それもすごくいい点だなと思ったし、あとはねベージュのカラーがめちゃめちゃ可愛いの、珍しい色をしてるんですよね。黄身がかかってるカラーになっていて、私が今着ているねこのカーディガンと同じブランドのねところのやつなんだけど、このカーディガンとね色が揃ってるんですよね。なのでこのカーディとこのスカートをセットで購入したら多分セットアップっぽい感じで着れるんじゃないかなと思います。わかるかな、卵ひよこ色っぽい感じ。今回2色ゲットしたんですけど、黒は定番で絶対使えると思うんだけど、このボトムのカラーが珍しいタイプのね色なので、自分がミニスカート持ってるけどちょっと違った色のが欲しいなっていう子とかにすごくおすすめです。次で、お次はですね、見てじゃーん、人生初のマイナス5キロデニムゲットしちゃいました。商品クレジットはこちらです。こちら中のマイナス5キロデニムボリューム130でございます。お値段が4,940円で、カラーはブラック、サイズは S サイズでございます。こちら履いてみたシルエットがこんな感じです。マイナス5キロデニムってもう何年も前からずっと欲しいなと思っていたんですよね。そしたらまさかのパステルに中が入ってて、これはね選ばざるを得なかったですよね。実際履いてみた感想が、骨格ストレートさんが足を綺麗に見せるためのデニムだなって思うぐらいの形だなと思いました。まあ、あとはね素材がめっちゃしっかりしてます。厚手のデニムになっているので、夏とかに履くのはちょっと不向きかなっていう感じです。なのでがっつり秋冬に向けてデニムを探している方におすすめです。あとはねめっちゃ伸びるんですよ。チューのデニムこんな伸びるんだと思うぐらいすっごく伸びて、履き心地が本当に良かったので、ただ骨格ストレート向けではあるんですけど、ウェーブさんとかだと最初に紹介した細身のねピタッとしたデニムの方が向いてるのかなと思いますね。まだまだいくよ。お次はですね、じゃじゃーん、肩もスタイルなんだで黒のねめっちゃ可愛いワンピースゲットいたしました。着ていきたいと思います。じゃじゃーん、着てきました。商品クレジットはこちらです。スタイルナンダのランダムリブギャザーミニワンピース、お値段が3,320円で、カラーはブラック、サイズはフリーサイズでございます。こちら着てみたシルエットがこんな感じです。もうねモテワンピですよ、めちゃめちゃ可愛い。やっぱりね韓国の洋服って体のラインがね綺麗に見えるように作られてるものが多いのかなと思うので、このワンピースもねすっごく体のラインが綺麗に見えます。この真ん中のねボタンの部分がこうキュッとギャザーが寄っているようなデザインになっているので、ギャザーが寄っている分お腹の張りとか胸元の張りとかこの前の部分のお厚着が気にならないような作りになってるなっていう印象です。なので多分これたくさんご飯を食べた時とかでもバレにくいワンピースだと思います。これも結構当たりだなと思います。
の。ただ個人的にねミスったのが、これも夏に着たかった。まあでも初秋夏から秋の最初にかけてはブラウンのロングブーツとか合わせて秋を先取りするじゃないですけど、こういうコーディネートをねこれからしていきたいと思います。これ本当に形がとにかく綺麗なので、これも良かったなと思います。ラストはですね、じゃじゃん、ちょっとねカジュアルなグレーのパンツを今回ゲットしてみました。商品クレジットはこちらです。ウエストバンディングジョガーパンツ、お値段が1850円で、カラーはグレー、サイズはフリーサイズでございます。こちら履いてみたシルエットがこんな感じです。フリーサイズって書いてるんだけど、私大体普段ボトムは S サイズを履いてぴったりなんですけど、 S サイズの私でぴったりだったのでちょっと小さめなのかなっていう印象です。ただ本当にこのパンツね細身に見えるなと思いました。太ももの一番こう気になるゴワついてる部分は結構緩くなっていて、裾に向けて緩やかに細身になっているので、しかもねこのグレーのカラーが結構珍しいカラーだなと思ってて、ただのグレーじゃなくて女の子っぽいライトグレーになっているので、まあ、見方によってはちょっとくすみブルーに見えたりするぐらいの明るくて可愛いカラーだと思うので、まあ、そういう点も含めてね女の子が履くいつもと違ったパンツっていうのでゲットするのすごくいいと思います。今日ご紹介したアイテムはですね、全てパステルで購入することができます。今回ねパステルさんとのコラボ動画なので、パステルのことちょびっとだけご説明しますと、今ねここに画面が出てると思うんやけど、パステルは中スタイルナンダなどの150以上の韓国通販サイトが一つのアプリにキュッとなったものになっています。お気に入りのショップの新着アイテムとベスト商品を一目で見れて簡単に管理できるようになっております。カテゴリー別に検索ができるんやけど、ベストタブからファッショントレンドも見ることができるよね。150以上ってやばいよね。複数の韓国通販のショップを1個1個ネットで探さなくても、人気ショップを1個のアプリでグッとすぐ見ることができるので、韓国ブランドって結局何買ったらいいか分かんなかったりとか、いろんなサイト飛んでめんどくさくなって買わないとか私結構よくあったので、1個のねアプリでいろんなサイトが見れるって検索のね手間も省けるので本当に楽だなと思いました。あとね毎週新しい韓国有名ショップが入店されてるんだって。好きなショップをお気に入りリストに入れて管理できたりとか、欲しいものをいいにしておくとお気に入りの商品リストから管理できたりとか、便利な機能が多くて、とりあえず韓国服欲しいなと思ったらパステルから自分の好きなのを選んだら失敗しないんじゃないかなと思います。ぜひ秋のお買い物を参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それではエンディング、チョコ。以上、韓国通販サイトで大量購入して実際にどうなの正直レビューしてみたでした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。よし、バイバーイ、ピーピーちゃん。ドラキュボーゼ見てくださってありがとうございました。カムサムニーダー。ということで今回はですね、パステルさんとの初のコラボ動画で同時期レビューしてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。マジでちょっとガツンと言ってやろうって思ってたんだけどさ、マジでちょっといいものばっかりだったね。本当に可愛かった。パステルさ、ブランド数多すぎひん？有名どころのブランド結構全部牛耳ってんじゃないかってぐらいね。私的にマジでこのインナーとカーディガンの合わせマジで可愛くない？マジで可愛い。ということで今日見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で、バイ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 。今日はね、実は前髪を久々に作ってみたんですけど、どうですか？いつもしない巻き方をしてみたりとか、メイクもいつもとちょっと違うんだよね。やんないよね。ということで今日見てくれてありがとう。みんなからのコメント楽しみにお待ちしております。バイバーイ。